はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、今からディズニーシーの方に行こうかなって思うんですけれども、本日3月1日の金曜日です。今日からですね、一応東京ディズニーリゾートの中でバターカップっていうキャラクターですね、あのトイストーリーに出てくるユニコーンのね、あのぬいぐるみがいるんですけど、それバターカップっていうんですけれども、そちらのですねグッズがたくさんね出るということで、一応ねあの動画のコメントの方でリクエストもございましたので、今からね早速行ってですねグッズ確認していこうかなと思います。はい、ということで、ね、今日発売のバターカップの、ね、グッズでございましたけれども、今回ディズニーシーのスチームボートミッキーズで見ました。あとね、ディズニーランドだとね、あのプラネットの方で売っておりますので、一応ランドもね、シーも両方売っております。でグッズのイメージ的にはね、やっぱ今ね春休みなので、まあ、そこら辺も狙ってるんだと思いますけれども、なんかイメージはね、なんか原宿っぽいようなイメージのグッズが多かったですね。結構買ってる方もね、学生がほとんどだったかなと思います。でもそこまでね、あの行列とかできてなかったですね。まあ、ちょっと並んでましたけれども、まあ、一応今日は初日ですので、まあ明日ぐらいからはそこまで混まないんじゃないかなと思います。はい、ということで、もしですね、あのトイストーリーのバターカップのグッズね、もうなかなかね出ないですからね、結構レアだと思いますので、もし好きな方いたら今のうちにぜひ買ってみてください。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。バイバイ。